有名人にななりすますす。ままど、SNS を使った投資詐欺が急増しています警察庁はことし1月から3月までの被害額が219億円に上ることを明らかにしました警察庁によりますとことし3月までの3か月間で SNS 型投資詐欺の被害件数は1700件被害額はおよそ219億円で 去年の同時期にに比べてて大幅に増加しいいるととうことです警察庁は SNS 事業者の対応の遅れなどが背景にあると見ていて国とともに対策を進めていくとしています SNS 型の投資詐欺は多くが海外からの犯行とみられ4月にはタイで中国人ら63人が身柄を確保されるなどしています一方でで今月兵庫県で 70代の男性が6億6000万円、先月には茨城県の70歳女性がおよそ8億円をだまし取られるなど、高額の被害が後を絶たない状況です。